一般教書演説、一般教書演説、一般教書演説、ステート・オブ・ザ・ユニオン・アドレスとは、アメリカ合衆国において、大統領が、連邦議会両院の議員を対象に行う演説で、国の現状、ステート・オブ・ザ・ユニオンについての大統領の見解を述べ、主要な政治課題を説明するものである。念頭教書とも言う。予算教書、大統領経済報告。 経済教書と合わせて三大教書と呼ばれることもある。大統領は議会出席権を持たないが、憲法の規定では、文書の形で、教書、メッセージを議会に送付することが認められている。ただし、大統領の議会への出席権については、実務上、議会の許可が必要という点で権利が制限されているとの見方もある。議会による特別な招待の下で、 大統領が上下両院議員に対して教書を口頭で演説することが慣習化した行事が一般教書演説である。慣例として1月最後の火曜日に演説が行われることが多い。なお国政報告という時期上、1月に就任したばかりの大統領による演説は正式にはステート・オブ・ザ・ユニオン・アドレスではなく単なる両院合同会議での演説となるが、 実際上はあまり区別されていない。出席者は、大統領、プレジデント・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ、副大統領、上院議長を兼ねる、バイス・プレジデント・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ、アズ・プレジデント・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・セネート、両院議員、メンバーズ・オブ・コングレスと、会議長、スピーカー・オブ・ザ・ハウス・オブ・レプリゼンティティブスにとどまらず、最高裁判所判事、 ジャスティス・オブ・ザ・シュプリーム・コート、各省長官、ユナイテッド・ステイツ・キャビネット、統合参謀本部、ジョイント・チーフス・オブ・スタッフの長官といった合衆国の三県と軍の首脳が一堂に会する。したがって、連邦議会議事堂に対する核攻撃、事故、テロなどで出席者の多くが死亡あるいは職務執行不能になった場合、大統領職を継承できる人物がいなくなり、 政府の活動が不可能になる可能性があるため、副大統領、会員議長に次ぐ、第32の大統領継承権を有する、上院仮議長、プレジデントプロテンポレオブザ・ユナイテッド・ステイツ、セネイトと、同じく大統領継承権のある、行政長官の一人と、最近では、両院の議員各党一人ずつが、指定生存者、デジグネーテッド・サバイバーとして欠席し、 連邦議会議事堂から離れた非公開の安全な場所に待機ることになっている。アメリカのドラマや映画などの設定で閣僚がほとんど死亡し、農務長官など順位の低い閣僚が繰り上がって大統領になるのはこうしたことに由来する。議場では上院議長である副大統領と下院議長が相並んで議長席につき、下院主営長、 サージェント・アット・アームズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・ハウス・オブ・レプリゼンティティブスのミスター・マダム・スピーカー・ザ・プレジデント・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・議長閣下、合衆国大統領の入場ですの掛け声の後に、入場する大統領を与野党議員ともに、盛大な拍手で大統領の入場を迎える、友好的な雰囲気のに演説が開始される。演説中、言及される。 個別の政策項目に賛成する議員による拍手で、しばしば演説が中断されるが、当該項目に反対する議員による、その場での意思表明は、拍手を控えることにとどまり、ヤ事やブーイングなどが行われることは、通常ない。3回後には、演説内容が遠慮のない批評の対象となり、議員などの政治家が、マスメディアを通じて、反論演説を行うこともある。的に、 大統領は入場の際、会員主営長の先導により、上下両院合同会議の長である、会員議長の指示を仰ぎ、また、演説に際し、会員議長の許可がなくてはならない。この慣例は、行政府の長である大統領であっても、立法府である議会に足を踏み入れたら、議会の長である議長、ここでは、会員議長に従わなければならない、という意味合いを持っており、 三権分離の大原則を示す恒例と言える。また、一般教書演説の原稿は、演説開始の直前まで繰り返し修正が行われることでも有名である。最初の一般教書演説は、1790年1月8日に、ジョージ・ワシントンによって行われた。1801年から1913年までの間は、 憲法の規定通り演説ではなく文書の配布という形を取った国王演説に類似の観光は共和制国家にふさわしくないという考えによる口頭での演説を再開したのはウッドロー・ウィルソンの1914年からでカルバン・クーリッチの1923年の演説以来ラジオ放送がハリー・エストルーマン以来テレビ中継が行われるように 従来は与野党が対立するテーマに言及されると、規立拍手する与党席と黙り込む野党席がくっきり分かれる光景が現れていたが、2011年には与野党議員が混ざり合って座り、党派対立が見えにくくなった。これは直前に起きた通村銃撃事件を受けての提案によるものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。